可愛らしい方だったでしょ。リディア様は。しまった、こんなことを言いたいわけじゃないのに。人気があるんですのよ。笑顔が癒されるって。肌もすべすべで、髪もサラサラで。どうしよう。料理だって裁縫だって上手で、何より素直だし。アイリーン、何に怯えている？リリア様はヒロイン。ゲーム通りに会話してフラグを立てればそれだけで。いた！いたたたたたた、うん、意外とよく伸びる。何をなさいますの？心配しなくても君は可愛いし、彼女は僕の好みじゃない。そうですか。リリア様とは何のお話を？何だったか、僕の願いを叶えるとか何とか言っていたが。クロード様の願いは魔物も人間も諦めないことでしょう。魔物とドニたちの作業を嬉しそうに見てらっしゃいましたから。君を泣かせたいというのも願いだが。その願いは却下です。そうか、それは残念だな。今日はもう休め、疲れただろう。ええ、そうしま、うん、完璧なエスコートを、そう約束したはずだ。らしくない。たかが挨拶、別れのキスぐらいで。滅びろ、滅んでしまえ。もう僕が守りたい人間など一人もいない。おやすみ、良い夢を。おやすみなさいませ。思い出した。なぜ彼が人間に絶望してしまうのか。彼は裏切られるのだ。幼い頃から唯一信頼してきた人間に。